どうも、すみファクトリーです。今日はこれがこちら、クエン酸と6倍、クエン酸度の6倍、ミツヤブランド最高に酸っぱいグリーンレモン味だそうです。早速飲んでいきたいと思います。まずじゃあ王道のミツヤサイダーから入れていきたいと思います。透明コップです。この音がたまらないですよね。色はまあまあまあ、まあ、普通のサイダーの色ですね。このシワシワな感じがたまらないですよね。じゃあそしてこっちのクエン酸度 6度、熱中症対策にいいですね。おすすめだそうです。見つけました。コンビニです。コンビニで見つけました。もういきます。色はなんか若干こっちの方が白っぽいですね。白い濁った感じの色ですね。比べてみてもこの通り、こっちが普通のサイダーで、こっちがクエン酸が入ったサイダーの色です。じゃあ早速飲み比べてみます。匂いは普通のサイダー、こっちはなんかライムみたいな匂いがします。うん、でもレモンっちゃレモンですね。いただきます。普通のサイダー、まずサイダーから。うん、美味しいです。じゃあこっちのサイダー、最高に酸っぱいサイダー飲んでいきたいと思います。本当に酸っぱかった、どうしよう。うん、確かに酸っぱいです。酸っぱいんですけど、飲み続けてれば口が慣れてきて、あまり酸っぱさを感じないというか、後から酸っぱいのが来る感じですね。うん、でもこれ美味しいです。このサイダー、クエン酸6度、クエン酸濃度が6度だ、6倍だそうですね。濃度6倍、普通のクエン酸舐めたらどれぐらい酸っぱいですかね。ストレスや疲労などでクエン酸回路の働きが鈍ってくると、ピルビン酸が効率よくエネルギーに変えられず、残ったものが乳酸として体内に蓄積されてしまいます。そして乳酸をエネルギーに変えられないため、疲労となって残っていきます。疲れがどんどん溜まっていくってことですね。クエン酸は乳酸や余分な脂肪を燃焼させエネルギーにするなど、体に活力を与え疲労回復効果をアップします。結構すごいですね。いっぱい書いてあります。クエン酸は体にいいそうですね。というわけで、今日はこの三ツ矢サイダーからの新しい商品っていうんですかね、最高に酸っぱいグリーンレモンサイダーを飲んでみました。三ツ矢サイダー
通のねサイダーよりはこっちのグリーンレモンの方が確かに酸っぱくて、ちょっとなんか元気が出そうな感じでした。はい、酸っぱい方が苦手な人には多分厳しいかもしれませんが、美味しいので飲んでみるといいと思います。以上、スミファクトリーでした。バイバーイ。